こんにちは。作業療法士のギノです。今日は見落としてはいけない認知症の物忘れについてお話をしていきたいと思います。皆様の中でも認知症イコール物忘れというイメージを持たれている方いらっしゃると思います。その通りで、認知症の症状の一つに物忘れ、記憶障害というのがあります。なので、物忘れが増えてきたというのは、認知症をですね、やはり気にした方がいい時期になってきます。しかしですね、多くの高齢者や家族の方は、まあ年だから物忘れぐらいあるよねというふうにですね、年のせいに置き換えてしまって、それが原因で見落とされることが本当に多くて、そして早期発見が遅れて、気づいた時にはだいぶ進行して介護を要する状態になってしまう、こういうパターンが本当に多いので、今日はですね、この物忘れについてしっかり理解を深めて、認知症を早めにですね、防げるようにしていきましょう。しかしですね、物忘れすべてが認知症になるというわけではありません。じゃあ、ここではどんな物忘れの仕方が認知症特有の物忘れなのか、どんな物忘れは年相応の大丈夫な物忘れなのか、そこをしっかり把握していただけたらと思いますので、今日はですね、この物忘れ、記憶障害について詳しくお話ししていきたいと思います。ではまずですね、皆さん、物忘れというのは記憶力が低下することを意味するんですけど、この記憶力にはですね、3つの要素があるというのはご存知でしょうか。記憶力というのはですね、まず外からの情報を頭に入れる記名力という力が働きます。そして頭の中にその情報を留め続ける保持力、そして頭の中に蓄積された記憶を思い起こす想起力というですね、3つの記憶の要素があるんですね。厳密に言うと、この3つの記憶力のうちどれかが低下しても、記憶障害という形で現れてきます。そしてもう答えを言ってしまうとですね、この中の記名力という力が衰える物忘れの仕方は、認知症特有の物忘れになります。なので、まず一つずつ詳しくご説明していきますので、しっかり記憶力、物忘れについて学んでいきましょう。ではまずですね、この想起力のお話からさせていただきます。この想起力が衰えてしまうと、どういう症状が出るかというと、あれだよあれと代名詞ばかり使ってしまったり、言葉がなかなかここまで出てるのに言葉が出てこないというふうにですね、言葉に詰まってしまうという症状が現れます。他にも人の名前がなかなか出なくなって、全然関係ないタイミングで、あ、そうだ、あの人は何々さんだというふうに後からふと思い出したりと、その瞬間なかなか言葉が出なくなる、思い出せなくなるっていうのも、この想起力の衰えの症状になります。で、まあこれらはですね、若い方でも誰でもありますよね。やっぱり言葉がふと出なくなる、名前がふと出なくなるっていうのは。なので、こちらはですね、生理的に、大丈夫な物忘れの仕方になりますので、目立ったとしても気にしなくていい物忘れだと覚えておいてください。しかしですね、若い方で、ふと会社の名前が出てこない、同僚の名前が出てこない、身近な方の名前が出てこないというふうにですね、顔はわかるんだけどなという場合は、もしかしたら若年性認知症というね、特別な認知症の可能性もありますので、もしですね、若い方でこういった症状、出てる方はですね、僕過去の動画で若年性認知症についてのお話詳しくご説明した動画がありますので、もしよければですね、こちらも参考にしていただきたいと思います。概要欄の方にも URL を記載しておきます。さあ、そして二つ目の保持力について詳しくお話ししていきます。保持力という力が衰えてしまうと、どういう症状が出るかと言いますと、後でやろうと思ったことをそのまま忘れてしまうという症状がよく現れます。代表的なので言うとですね、例えばですね、隣のお部屋にですね、こう、何かを取りに行こうとして、あれ、何取りに来たんだっけと言って、わかんなくなって戻って、あ、そうだ、財布取りに行ったんだというふうにですね、もう二度手間になってしまったりとか、何しようかなと覚えていたことが保持できなくなって、ふと忘れてしまうような症状が現れてきます。やはり高齢者の方で多いのは、買い物に行ったのに買い忘れて帰ってきちゃったとか、買い物の帰りに郵便局とかいろいろ寄ってから帰ろうと思ってたのにそのまま帰ってきちゃったとか、このように二度手間がどんどん増えてきて、効率が悪くなるという症状がメインとして現れてきます。家族の方とね、一緒に暮らしている方で、お母さんこれやっといてって言ったじゃんというふうにですね、言われてたこと、お願いされてたことを忘れてしまって、あ、ごめんごめんというふうに、こうちょっと
喧嘩になってしまったりとですね、頭に留めることができなくなってしまうというのが、この保持力の衰えになります。まあ、こちらもですね、歳とともに増えていく物忘れなので、そんなに気にしなくてもいい物忘れなんですね。私もですね、通勤の途中ポストにお手紙入れようと思ってたのに忘れてそのまま出勤してしまって帰りに入れるというふうにですね、やりたかったことをふと忘れてしまうこともありましたので、情報を覚え続ける、記憶を保持し続ける力が衰えてしまうと、こういった症状が現れてくるんですね。しかしこの段階で大切な基準というのがあります。この保持力の衰えというのは後でふと思い出せるんですね。その時は忘れていたとしても後で思い出せるということはちゃんと頭の中に記憶が保持されている、ちゃんと残っている証拠なので、保持力が衰えている方というのは基本的には後からはちゃんと思い出せますし、お母さんこれやっといてって言ったじゃんと言われた時に、ああそうだごめんねというふうに、あ、そうだ、言われたわ、というふうに、ちゃんと思い出せるんです。まあ、厳密に言うと、この保持力というのは、想起力と協力し合って働いてくれております。ここで皆さんにぜひ覚えておいてほしいのは、まさに、思い出せるというのをちょっとキーワードとして覚えておいてください。そして、それを踏まえた上で、最後のですね、記名力の衰えについて、ぜひ聞いてほしいと思います。では、最後のこの記名力、認知症特有のですね、物忘れの仕方が出る症状なんですけど、これはまさにですね、同じ話を何度もしてしまうとか、あとは同じ失敗を何度も繰り返す。何回も説明してるのに、あたかも初めて聞いたかのようなリアクションをすると。お母さんこれやっといてって言ったじゃん、と言った時に、そんなこと言ったっけ?というふうに、今初めて聞いたかのようなリアクションする、こういう症状はですね、もう認知症特有の物忘れの仕方になります。ここでですね、そのさっき申し上げた記名力、保持力、想起力というのがどういう順番で働くかというと、例えば皆さんにですね、私は荻野です。よろしくお願いしますと、こういうふうにですね、皆さんにですね、名前をお伝えしたときに、皆さんの脳にはですね、あ、この人は荻野だっていうふうに、まあ顔であったり、その荻野っていう言葉がちゃんと耳に入って、そして頭の中で、この人は荻野なんだっていう情報が頭に入る。ここが記名力になります。そして、あ、この人は荻野なんだなーってちゃんと頭に刻まれる。残る。ここが保持力。まあそして例えば動画を消した後とかね、後で、あ、そういえば荻野って人がなんか喋ってたなというふうに、荻野という名前を思い出せる。これが想起力になります。なので、この記名力がですね、衰えてしまうと、私は荻野です。よろしくお願いしますと言っても、頭にですね、全く中に入らなくなるので、もう情報、聞いた話とかが右から左へ流れてしまうので、なので、あたかも初めて聞いたかのように、リアクションしてしまうんですね。このように記名力が悪くなってしまうと、脳にすら残らないので、なので家族の方とかも、いや、お母さん何度言わせるのと、何回も言ったじゃんって言っても、いや、私は聞いてないよというふうに、本当にですね、家族の方はこういうやりとりにイライラしちゃうんですけど、実はもう脳に全然情報が入らなくなってるので、ある意味仕方がないんですね。本人は本気で聞いてない状態になってるので、なので、お互い言った言わないでこう揉めてしまったりするんですね。なので正直この記名力が衰えている段階の方にはもう何言っても新しい情報というのは入らなくなっちゃいます。もちろんですね、全てが入らなくなるというわけではないんですけど、入りづらくなってしまいます。で、そこでですね、同じ話ばっかりしてしまうっていうのもまさにこの記名力の衰えの特徴で、自分が何を考え、何を喋ったか、それがまた耳に入っていかないので、ただ喋るだけで、ふとまた同じようなことを思った時にまた同じ話をしてしまうと。僕もですね、以前訪問リハビリの、仕事をしていた時にあった話なんですけど、そのお宅に伺って認知症の、80ぐらいの女性の方とお話ししてた時に、その方が窓を見て、ああ、今日はいい天気ですね、と、お外は暖かかったですかって聞いてくれて、それでその方にですね、いや、今日はすごいいい天気で、ほんとポカポカしてますよって話をして、で、その方もちゃんとですね、あら、じゃあ、自転車でここまで来るのも快適だったんじゃないですかってこう聞いてくれたんですね。で、ここだけ聞くとですね、ちゃんとやりとりしてるように見えるんですけど、また3分、5分後くらいにですね、ふと窓見た時に、
いやー、いい天気ですねって、外暖かいですかってまた聞いてくるんですね。これはですね、まさに自分が喋った内容がまた耳から頭に入らないから、自分が何言ったか全然もう覚えてないんですね。まあなんかこう反射的に外を見て暖かそうだから、反射的に相手にその思ったことを喋ったみたいな状態なので、こういうですね、記憶力が衰えてるからこそ何度も同じ話を繰り返しちゃうってわけなんです。なので本当本人からしたらですね、別に悪気もあるわけでもないし、もうしょうがないことなんですね。なのでちょっとこういう話をですね聞くと、まあ、例えばすでに認知症のですね介護されている家族の方もですね、あ、だから何度も言っても全然理解できない話を聞いてくれないんだと、ちょっとですね原因がわかると若干許せるようになってくると思いますので、もし今までですね自分の親が何度言っても話を聞いてくれないと、理解してくれないと、ちょっとお悩みだったりちょっとイライラしてた方は、こういう記憶力の衰えがあるからなんだよっていうのをぜひ、知っていただきたいと思います。で、この記憶力というのはですね、脳の場所でいうと海馬という記憶を司っている場所が働くことで記憶力という力が発揮されますけど、アルツハイマー病のように、海馬がですね優先的に萎縮してしまう、まあ、縮んで働きづらくなってしまう、本当こういうですね、記憶力が衰えている方は海馬が衰えている可能性がとても高い。そして海馬が、萎縮してしまうような病気のことを、アルツハイマー病と言います。なので周りの友達からちょっと何々さんまた同じ話ばっかりしてるよって、ちょっとこう助言を受けたりとか指摘を受けたり、あと家族の方からは、お母さんもう何回そんな話言ってんのというふうに言われても、ちょっとえって私そんなこと何度も言ってるかなと自覚が今持てない方とかは、もしかしたらこの海馬が衰えてすでにアルツハイマー病が進んでいる可能性がありますので、ぜひこの記憶力がちょっと衰えている方はですね、なるべく早めに受診していただいて細かく見てもらう必要があります。はい、このように記憶力の衰えといってもですね、3つの要素があって、そして年相応のものもあれば、このように認知症特有のですね、物忘れの仕方というのがあります。ぜひですね、まあ年だからしょうがないかとか、そういうふうにですね安易に考えず、記憶力が衰えるような、物忘れの症状をもし見かけたらすぐ、受診していただいて、早めに治療であったり予防に努められるようにしていきましょうね。はい、このように認知症に関する情報をどんどん紹介していきたいと思います。僕の過去の動画でですね、認知症の早期発見ってそもそも何の役に立つのか、そういったですねお話もまとめた動画がありますので、もしよければ動画の最後にクリックできるようにしております。URL を概要欄にも貼っておりますので、もしよければその早期発見がなんで大事なのかも、知っていただけたらと思いますので、そちらも、ご確認よろしくお願いいたします。他にもですね、認知症を予防するような脳を活性化する脳トレというのもどんどん紹介しておりますので、こちらもよかったら参考にしていただいて、脳を一緒に強くしていきましょうね。はい、それでは今日はこれで終わりたいと思います。ここまでご清聴本当にありがとうございます。それではまた皆さん次の動画でお会いしましょう。それではお疲れ様でした。ここで2点ご紹介したいことがございます。フラミンゴの介護予防チャンネルの LINE スタンプを作成しました。もしよければですね、こちら概要欄の URL からチェックしていただくとご利用いただけますので、ご興味ある方はぜひご利用ください。そしてもう一点はですね、私の過去の動画でですね、短い時間でも体力アップをすることができる動画であったりとか、お家の中でもしっかりとストレッチをする動画をですね投稿しておりますので、しっかりと運動したい方は過去の動画をぜひチェックしていただきたいと思います。はい、このように健康に役立つ運動方法をこれからもどんどんご紹介していきます。この動画がいいなと思っていただいたら、グッドボタンやこちらのチャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。それでは今日はこれで終わりましょう。皆様お疲れ様でした。